G1 ヒストリー安田記念。日本中央競馬会初代理事長安田伊左衛門、競馬法制定や日本ダービー創設などに尽力した功績をたたえ、1951年に始まった安田記念。今や春のマイル王決定戦として国内外で広く知られている。1992年第42回安田記念を制したヤマニン・ゼファー。マイルの皇帝と呼ばれた父、日本ピロウイナーの血は確かに受け継がれていた。大外からはヤマニン・ゼファーが突っ込んで、ぐいぐい今3番手から2番手一気に先頭に変わろうという勢い。 100m を切ってヤマニン・ゼファー、これは強い強い。1馬身から2馬身とリードを開いた。2番手にレバーソングゴール、これは強かった。ヤマニン・ゼファーデビューからダートの 1200m 戦を連勝。先頭はメイセイハート、メイセイハート、しかし9番のヤマニン・ゼファーが差を詰めて並んでゴール。その後芝の重賞でも好走を見せるが、5歳でオープン入りを果たすまで4つの勝ち星は全てダートの 1200m 戦だった。1992年4月の KO 杯スプリングカップ、ヤマニン・ゼファーはここから本格的に芝路線を歩み始める。デビューして初めて 1400m に距離を伸ばしたこの一戦で、第1ルビー、大宅ヘリオスなど芝の短距離路線の G1 ホースたちと互角の勝負を繰り広げる。芝路線への光を見出す3着だった。3週間後、ヤマニン・ゼファーは G1 安田記念に挑む。スタートしました。大外18番ゲート、さらに 1600m への距離延長が不安視され11番人気。まもなく未知の距離へ。マイルの皇帝の遺伝子が輝きを放つ。先頭はヤマニン・ゼファーだ。ここでヤマニン・ゼファー先頭に囲った。マイネル様子、さらには大外からカミノプレッセ、そして大宅ケリオス、マルマツエースも追い込んできた。先頭はヤマニン・ゼファー、ヤマニン・ゼファー、ムービースター2番手がヤマニン・ゼファー、ゴールイン。手を挙げました、田中カッサル騎手。最強マイラーと謳われた父の血が最後の最後で背中を押した。今年新たな歴史を紡ぐのはソウルラッシュ。完全に抜けた14番のソウルラッシュ、リードを1馬身半2馬身広げてゴールイン。前走マイラーズカップを快勝、新たなマイル王へと駆け上がれ。ロマンチックウォリアー、香港の怪物が堂々参戦。日本のターフも制圧し G1 5連勝なるか。セリフォス、外は10番セリフォス、セリフォスが混戦を取って一気に先頭に変わった。セリフォス先頭でゴールイン。前走マイラーズカップは2着、3度目の安田記念挑戦で頂点を目指す。パラレルビジョン、坂を上がる10番の A1 先頭ですが、外から2番のパラレルビジョンが並んで捉えてゴールイン。重賞初制覇を果たした前走のダービー強チャレンジトロフィー、遅れてきた大物がいよいよ G1 の舞台に立つ。第74回安田記念、マイル王への道、歯を競う極上の舞台。